テンコロのラジオっぽい TV。 はい、ラジオっぽい TV です。じゃん、今日3日からテンコロのラジオっぽい TV は通常モードに戻ります。なのでこちらのテンコロオフィスからやってるということですね。あの新潟デイズはいかがでしたか？なんか私がくだらないことばっかりというかですね、まあ新潟のめくるめく天気はまだね、天気によってた方ですけど、あの新津のアメダスとかね、正月から何やってんだって話ですけれどもね、なんかねリアクションがたくさんありまして好きですね皆さんね、アメダス私好きなのかな、自分が好きで行ってるっていうか、ただ走るついでにアメダス見に行ってるだけだと思ってたんですけどね。そのニーツのアメダスこんなでしたっていうのを乗っけたところですね、まあ、いろんなリアクションがありまして、例えばニーツのアメダス前に取材行ってくださった方が、別に私のためじゃなくて自分で取材に行った方がいらっしゃいまして、どうやら新津のそのアメダスの気温とその場所的にですね、ちょっとこう駐車場の、 あの車がケツ向けてんですよ、その観測ソッキちゃんたちの方に。で新津の気温はねズルだって言ってますそうかもしれないですね。やっぱ通風筒の中に入ってるとはいえですね、温度計ってとてもなんか繊細らしく、例えば気象台とかに観測測器見せてください、見学に行った時も温度計だけは近づかないでくださいねって、本当5メートルとかなんですよ。すごい離れてるのに 人が近づくことすらやっぱできないんですね。それぐらい繊細なものらしいです。でなんだもんですから、その駐車場実際にね、車が駐車してある写真を載せていただいてですね、ズルだって言ってますあ、本当だ、ズルかもって思いましたね。まあ私が行った時はですね、まあ冬休みだったと思うんですけれども、車は1台もいなかったんで、今冬のというか冬休み期間中の気温は正しいのかもしれないですね。あとはそのまあ、いろんなところに見学に行ってるせいだと思うんですけれども、次は MP レーダーの見学はいかがですかって言ってます、うん、はい、わかりました。今度そっちも行ってみたいと思います。でもね、マラソンできるところじゃなきゃ嫌なんですよ私は、ね、はい、ということで、今日から通常モードに戻るということになるわけですね。だからまあいろいろ内容もね、普通モードにしてみましょうお祭り感はね私の中ではまだあるんですけどね、お正月気分ってやつです。はい、今夜ですね、今夜から明日にかけまして気圧の谷が抜けていきます。北の方のね谷は分かりやすいっていうか、こうね今夜抜けていくような格好ですね、今夜抜けていくような格好ですけれども、まあ、関東の我々が、まあ、気になるところで言うならば、一応南岸の方を低気圧が進んでいくもんですから、南岸低気圧っていうことになりますね。今夜から明日朝にかけまして、本州の南岸を通信します。通信しますが、上空の気圧のトラフね、500ヘクトパスカルの渦と高度ですけれども、まあ、特に南岸の低気圧に対応のいいトラフがある、正渦動極大地があるわけでもなく、またそのトラフがね今夜から明日にかけてこうすごく深まるというわけでもなく、この低気圧、南岸の低気圧に関してはですね、なんかこう東京23区になんかこう変なことするみたいなことはなさそうですね。ただまあ北側の方のね雲がちょっと盛り上がって朝かかってる可能性はありますね曇りスタートね、明日の朝の曇りスタートの可能性はあります。で、まあ、問題はと言いますか、その後なんですけれども、今
今夜から明日朝にかけて、明日朝にかけてはこんな感じですけれども、この低気圧、南岸の方の低気圧が抜けていくと、今度高気圧が張り出してきます。で、この冬よくあるパターンでね、こう西から寒気がぐわーって流れ込んできて、こう西回りでね、高気圧が張り出してくるっていうパターンをよく見かけたと思うんですけど、まあ、今回は違いまして、北の方からこう高気圧がこうかぶさってくるような感じなんですよ。北からこう寒気がのさーってのさーってやってくるみたいな感じで、そうすると相対的な話で見ていただければと思うんですが、これ明日の夜なんですけれども、まあ、高気圧張り出してきてますが、形としてはこう北の方から高気圧が張り出すものですから、本州の南岸、関東の南岸も含めてこの辺って相対的に谷になっちゃうんですよね。高気圧に対してこっち気圧が低い方になってしまうと。そうするとこういう場の時っていうのはですね、あまり天気が良くないというか、雲が広がりやすい、広がりやすい形ということになるんですね。まあ、だから広がりやすい形ではあるんですけど、絶対広がるかどうかは分からないというかね、絶対広がるかどうかは分からないです。で、まあ、じゃあ広がるのかどうかっていうことで考えてみると、私はちょっとどうなのかな、そんなに広がるイメージが、ね、なくてですね、まあ、明日朝、さっき言ったように朝はその南岸低気圧の北側の雲でね、どれぐらいまで盛り上がるか分かんないけど、それで曇りっていう可能性はあります。なので、まあ、北側の雲だから特に降水をもたらすことはないと思うんですね。で、じゃあ日中どうなんだっていうと、日中は日中はその日中で、まあ、気圧の上空の500ヘクトパスカルで見れば谷の全面みたいなことになるわけですよ。谷の全面みたいなこと、このトラフがこうやってくるので、まあ、雲は広がりやすいんでしょうが、降水をもたらすような雲の出方はしないんじゃないかなっていう状況ですね。で、なんかね、東京の予報は確か雨ついてるんですよ。夕方だっけ、夜だっけ、まあいいや、なんかその午後の時間帯でね。で、雨か雪っていうのついてるんですけれども、まあそれはですね、おそらくこの北高型というか、その高気圧が北の方から張り出してきて、南岸が相対的に気圧の谷、気圧が低い方になっちゃうところにですね、収束線みたくできます。気圧の谷ができちゃって、そこの降水を山沿いでは計算してます。またなんか箱根とかね、奥多摩とかそっちの方ではなんかどうやら計算してるみたいです。で、それがどこまでまあね、こうくっきりというか、どこまで影響を及ぼすかっていうのは分かりませんけれども、だからまあ予想としては、私の中では明日の朝はちょっと、曇ってるけど、日中はなんか晴れて、で夕方ぐらいは東京はなんか夕方から夜にかけて曇りぐらいな感じかなと思ってるんですけどね。ちょっとね、お正月ボケしてたみたい、お正月ボケしてるみたいで、ほんとちょっと天気図から目を離した隙にね、流れが分かんなくなっていくんですよね。いかんです、本当にいかんですよ。はい、まあそんなこんなでちょっと今日はボケてますんでね、鳴らしということでこの辺にしておきます。はい、でちょっとここのに来てですね、もう三が日でいきなりなんですけれども、1月12日日曜日にですね、模擬試験をやります。もう毎回ね、見ていただいている方はしつこいって思うかもしれませんけれども、しつこくやります。オリジナルで作成しています模擬試験をね、やります。これ会場で朝から夕方まで本番と同じスケジュールでやります。内容もね、学科だったら一般専門、実技も2科目やるんですね。はい、こちらぜひお時間ある方、興味のある方ぜひいらしてください。
あとこの試験で使った実技模試をこう使ってオリジナル模擬試験4のごめんこっちよねこっちで模擬試験4の6時間徹底攻略講座っていうのもやります。これはねちょっともうすぐ締め切っちゃうんでね、あ、要は人数がね6名様限定なんですよ。解説付きです、私ですけど、よろしければぜひ。そしてそしてこの日にやった模擬試験をその翌日13日からすぐ販売を始めます。でこの模擬試験の方をですね予約していただきますと13日にはすぐこう発送できるということになりますね。もう試験までそんなに時間がありませんので、もし興味があって買ってみようかなと思う方ぜひ早めにお申し込みいただければと思います。ということでこれらはみんな防災気象プロさんのホームページで、申し込みすることができますのでぜひお申し込みください。それではまた明日。